東京の昭和記念公園ではクリスマスイルミネーションが始まりました。初日の土曜日はカップルや家族連れがたくさん訪れ、シャンパングラス6500個を使った巨大ツリーをバックに写真を撮ったり、幻想的な雰囲気のイチョウ並木の下を歩きながら一足早いクリスマス気分を楽しんでいました。イルミネーションは25日まで続きます。